7年ぶりに帰国して明日何が起こるかわからないっていう世界なので、特にロシアの場合は現地に行くとその空気が全然なんか違う、うん、怖い怖い、なんか明日も何が起こるかわかんない。はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。こんにちは、アリーナです。アリーナです。タタル娘タタル娘今日はこんなにも違うんだってこんなにも違う、ね、まあでも多分どっか似てるんじゃないかな。似てると思う。今日は久しぶりにアリーナさんが来てくれたんですけど、アクセサリーのねブランドをやっているタタルスタンから、カザインからタタル語喋れる。まあそんなに喋れない。喋るでしょ、喋るでしょ。この間ロシアに帰国してたよね、アリーナ。そう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 。どれぐらい？あ、7年ぶりに帰国して。7年ぶり。そんなに？で2ヶ月で日本に住んで10年日本に住んでて10年で7年ぶり 7年ぶりに。全然行かないね。全然行かなかった。まあ2回お母さんが来て、お母さんが来てからコロナが始まって、なるほど、あとは戦争が始まってそっか、うん、2ヶ月もロシアにいた。2ヶ月もそう、なかなか長い。長い、みんなびっくりしてた。うん、贅沢。でアリーナがロシアにいるから、ちょうどうちのお母さんの誕生日でアリーナにちょっとお願いして、お花頼んでもらおうと、ね、支払いできないからこっちから。そう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 。で、あ、ちょっとダメ元でお願いしたらうまくいって、お母さんめっちゃ喜んでくれた。よかった、ありがとうございます。それはめっちゃいい。そう、お金ペイペイでこう送ってそう、それがいい。それがめっちゃ助かるね。いいね。いや、戦争始まる前に私もお母さんにあの誕生日プレゼントにあの花束を送ったりなんかできてたんだけど、やっぱり戦争始まってから送金できなくなっているから、そうできないから、私もプレゼント送れなくなってて、お母さんも結構私に同じくなんかいいことをやりたい、やってあげたいのにできないからっていう、結構お互いに悔しい思いしてたっていうのあるので、めっちゃわかる。じゃ あのそんな感じでロシアは今どうなってるのか。そもそもね、ロシアに行くの今頃すごく勇気がある行動だと思うんだけど、ね、無事行ってこれて。そう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 、それがみんな心配してたこと。本当心配だったし、不安、アリナも不安だったでしょうし。不安だった。そう、最初なんか去年の12月あたりにお母さんが、来年私はあのお母さんすごい若いのでびっくりしないでください、50周年で来年絶対来てほしいねっていう話があって、もう私が買ってあげるからチケット、絶対アリーナも来てね、私の誕生日にってなってたけど、まあ、誕生日11月だから、まず11月っていう月、ちょっとロシア火山の場合は行きたくない月だから、せっかく帰るんだったら夏に帰らないとめっちゃ損します。夏か冬っていう感じですよね。私夏派なので夏に帰りたかったんですけど、まあ、それはそれでお母さんも納得してたけど、最初一度チケット買って、その時一番不安だった、あの冬去年の、うん、怖い怖い、なんか明日も何が起こるか分かんないのに、なんで私夏にチケット買ったんだろうっていう不安がめっちゃあって、気持ち的にキャンセルしたかったけど、でも実際にお母さんがあっちでチケット買ってたから、あのローマ人の名前間違えちゃって、あの私の名字、あ、前島があのロマ字になると C が SH なんですけど、うん、S だけになって前島になっちゃって、うん、でそれで中国あのエアチャイナで行く予定だったから、それに電話したら、すいません、あの旅行会社でしか直せませんみたいなことで、その名前で行けるんですかって一応念のために聞いたけど、いや多分通れないと思いますって言われて、旅行会社に連絡したらプラスいくらぐらいかな、円だと6万円ぐらい払ったら、6万円ぐらい払ったら名前を直すっていう条件だったんだから、チケットをキャンセルして、あ、ちょっと損したけど、でも一応返金して改めて買うまでにもすごい時間かかった。キャンセルになったから、それもあの上からのサインじゃないのかなって思って、やめた方がいいんじゃないのって行くのって思ったの。だからやめたかったけど、
結果いろいろ悩んで、でも今行かないと来年もっとひどくなるかもしれないし、やっぱり人生にもいろいろあるから全く会えない可能性もあるから、せっかく行けるんだったらやっぱり行こうかなって思って勇気出して改めてチケット自分が買ったっていう感じになって、それで行けることになった。めっちゃビビってめっちゃ不安でストレスだったけど、一番不安だった場所は中国の空港と、やっぱり空港どんな空港でもそうだけど、あ、全部の空港が怖かったな。一番怖かったのは空港でした。まずは日本の空港で、ロシアに行くロシア人だからどういう扱いされるかっていうのは不安だったの。やっぱりいろいろ話聞いたから。でも私の場合は、ちょうどその時期に多分、条件が優しくなってきたのかな。スーツケース中も確認してもらわなくて、ただ、別の、ところ並んでたけど、逆にそのおかげで、あまり人が並んでないところに行ったので、普通みんなよりは早く通れたっていうところがあって、で、ただ一人の従業員、わかんないんですけど、なんか全員関係がある、いくら持っていますか、お金、現金いくら持っていますか、何に使いますかって聞いて、で、私実際に現金3万円しか持ってなかったですし、で、あっちも、あ、じゃあ、生活費としてで帰ってくださいみたいな話が言ってくれて、それで解決したから。でも2ヶ月3万円絶対足りないよね。まあそう、でもただルーブル絶対持っていけないから、お母さんがそっちで、私の経費集めてお母さんの財布でだったので、それはそうありがたい、ありがたい。ロシアに着いた時はどうだった？里帰りした時にモスクワの空港で結構なんかちょっと失礼っていうか、乱暴な態度をされてんだっていうかあったので、スタッフって結構ちょっとそういうのあるから、もう今回もそういう経験になるかなって思ってたら、意外と何もなかった。全然失礼の一言も言われなくて、変な態度もされてなくて、変な目線もされてなくて、意外と落ち着いてた。で、やっぱり帰った時に、あ、これ全部分かってんだ、知ってるんだ、何も変わってないんだっていう、なんか変わったりするものあるけど、やっぱりもともとロシア人だから慣れるのもなんかあまり時間かからなかったから別に。そうか、私あれだね、ロシアについて一番びっくりしたのはエスカレーターなさすぎ。あ、全部階段みたい、地下鉄階段階段。あ、そっか。いや大変だったそれ、スーツケース持ってるとさ。あ、そっか。私あれだね、今回地下鉄全然使わなかった、火山の地下鉄もあるんだけど、私の家から離れてるから、それぐらい、なんだろう、バスで行くかタクシー、タクシーをよく使って、タクシーね、ロシアタクシーは、まあ、日本より安いので。でもロシア行くとさ、なんだっけ、最近 YouTube もブロックされるとか、まあ、インスタとかあるでしょ、何も使えない、ツイッター、なんだろう、私はすぐ日本にいる時点で VPN のアプリをダウンロードして、有料、有料だけど安い、2ヶ月だけど無料だったの私の場合。それ問題なく使えた？最初は大丈夫だったけど、途中で Wi-Fi ないと使えなくなって、で、またその完全に使えなくなった時もあって、ただその、VPN の会社っていうか何というか分かんないんだけど、チームが2つのアプリ作ってたから、1個使えなくなった時にもう違うアプリをダウンロードして、なんかブロックされるよね。そうそうそう、でまた使えるようになったの、だから大丈夫だった。まあ、ただその一時期 Wi-Fi ないと使えないっていう時はちょっと不便だったけど。そうだよね。そう、でも周りの、なんだろう、そのロシアの空気感とかはどうですか？大体はみんな、なんか何も起こってないかような態度をとってて、結構平和的な、私の地域では結構平和的な感じだったけど、それなのにいろいろ会話する間に、なんか知り合いの旦那がその戦争に行って亡くなったとか、友達が 2,3 人とか戦争に行って亡くなったとかで、場合によってまあちょっと気持ち悪い話もあって、そういう気持ち悪い話もあったけど、え、じゃあもう結構みんなそういう人が身近にいるって感じ、身近にいるっていう感じで、でやっぱりいろいろと散歩するときに急に戦争に軍事募集してますみたいな、なんかね、あるの、いっぱいあるの。そう、なんかポスターとか。ポスター、エレベーター、新しいエレベーター、火山の場合は
つけてるけど、いろいろところで、ね、うん、ロシアのってちょっと政府に関係があるから、みんな住んでいる場所があの団地とかマンション系、あっちもなんかいたり、はいはいはい、で今年はみんななんかだいぶ火山の場合は半分以上多分エレベーター変わったりして新しくなって、で音声流れてるようになってる、で最初ので広告も流せるみたいだけど、うん、最初のエレベーターの中が広告の音声が、で最初の広告はもちろんあの募集してますっていうのは最初の広告なの。すごいね。でしかもただあのなんかいいこと、まあよくプロパガンダでやっぱり全部そういういいことのためにってなるんじゃないですか、うん、そこはそれよりはお金もらえますよっていうところでモチベーションつけるの。お金を集中してね、いくらいくらもらえるから、そうそう、戦争に自分から行く人はなんかお金に困ってる人、うん、ギャンブルやってる人とか結構借金してる人、は行ってる人から質がちょっと行ってる人の質が低いかなってちょっと思うんだけど、民度が低い、あ、そうそうそう、うん、だいたいやっぱりみんななんかいいなんか国を守るためとかのためじゃなくて、やっぱりお金稼ぐために行くっていうのが多いと思う、うん、でしかもさ、そのお金払われるか払われないかだよね。なんかそのお金あげるよっていう約束だけして、それを結局もらってない、なんていうか、なんか一部をすぐもらえるらしい。あで一部をなんか条件があるみたいけど、しかもその本人じゃなくて、まあ、場合によってと思うけど、うん、奥さんとかもらう、うん、あのロシアで結構あのタジキスタン、ウズベキスタンからの、移民がいて、うん、でその移民に対しては結構最近厳しくて、自分の 国にあるジパルタツに帰らせるか戦争に行くかっていう選択肢を与えられるようになって、でもその人たちの場合はお金払ってるか、それが怪しいと思う、うん、多分払ってないかな。だってあの違う国の人だから、そんなに払わなくても何も誰も言えないし、特になくなったら、はい、知らないみたいな感じ、行方不明ってなるからって思う。まあ政治的な話だよね。なんかロシアも労働手不足になってるっていうよね、うん、結構いるじね、結構海、うん、人が足りない、結構ロシア人の一部、特に優秀な人たちの大部がやっぱり海外に行ってしまってるし、もう結構出てった人が多いで、一部がやっぱり戦争に行ってるし、で人口がだんだん減ってきてるから結構人手不足なんだけど、子供生まれないし、そうそうそう、この世の中だから、そう、今すごい結構ロシア情勢に対して、うん、政府って今最近なんか女性は勉強しなくてもいい、早く産みなさいってなってるんじゃん。そうそうそう、子供のことを促すみたいな、おかしいな、なんだっけ、チャイルドフリーを法律違法に、そう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 、なんかとんでもないの、どん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 。そうそうそう、でもさ、タタリスタンでなんかドローンが来てたってなかった？結構あるね。アリーナいた時。あ、あったあった。結構あるよ。あるある。で、怖くない？めっちゃ。怖いのはね、来てるのに知らせないことが怖い。知らせてくれないんだ。大体は、そう、私のお母さん工場で働いてるから、で、そういう工場が結構政府にとって大事な場所だから、特に今の状態で。うん、で、そういう工場のみんなは知らされる。ああ工場の人だけは知らされる。だけ。で、私たちもお母さん私に電話して、あんまりバルコに出ないようにしてね、なんか警報があったよっていう感じで、私に知らせてくるの。でも、その同時に、外で普通に子供が遊んでたりするし、みんな普通に生活してるから、うん、別に怖い警報しなくて、ただメッセージ、ショートメッセージを送ってもいいんじゃんって思って、ただ子供が中で待ってあげ、待った方がみんな安心でしょ、なんか落ちるより。やっぱりドローンって必ず工場とか大事なところだけじゃなくて、普通の生活してるマンションとか途中で落ちたりするし、多分どこに落ちるか分かんないじゃん、もし落ちたら。だからみんな一応家でちょっと安全の場所にいた方がいいかなって、私の個人の意見なんだけど。実際いた時はそういうなんかなかった、落ちたっていうのはなかった。うん、私ロシアに行く前にはあったよね、タタールスタンでギャラブガっていう街、行く前だったか、それは直前ぐらいだったかな、ね、
あとは結構警報の時に空港動かなくなるの、閉鎖するのと一時的に、 そうだよね、それが帰った時に一番心配だった。帰る時に火山の空港から一回モスクワに飛行機で行ったから、うん、だから一応一番早いチケット買って、もし何かあって閉鎖されたら、数時間だから1日とかじゃなくて大体数時間閉鎖されるから、それで遅い飛行機でも間に合って、モスクワからも出発が間に合うからって思って、うん、そうだよね、そういうのを計画立てながら移動するという感じ、うん、でもさ、こうやって私とかもうロシアに絶対行けないし、もう日本にいてニュースとか見るとめちゃくちゃ怖いなって思うんだけど、だ、ね、現地に行くとその空気が全然なかった、違う、平和、逆に人は人生を楽しんでるっていうのがあって、なんか最後死ぬ前、いつ死ぬかわからないみたいなそれもあるかもしれないけどなんかみんなやっぱり夏、あ、夏だと楽しんでるし、休みとか、そうそう、自然に楽しんで、外で結構散歩したり、ピクニックみたいなバーベキューやったり、火山にめちゃくちゃたくさんカフェが開いたので、この7年でどこでも人が多くて、みんなカフェとか巡りしたりするし、ほとんど毎週ロシアのあちこちで大きいコンサートとか外のあったりするから、結構みんななんか楽しんでたなっていう印象だったね。あ、みんなやっぱり、あ、その不安の思いに追い込まれたくないかな、もしかしてそれでか、なんかやっぱり平和、表面上が平和っていう感じする。何も来てないかのように一生懸命振る舞うみたいな。そう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 、逆にあのよく言われてるんだけど、なんかロシアは結構情報を制限してて、なんかみんな誰も事実知られないとか、それも確かにあるんだけど、それ以外に人自体みんな知りたくない。そう、知りたくない、なんか自分で、あ、そう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 、そのカーテンをかけてるみたいな感じになってるね。そう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 、ある意味ちょっと気持ちわからなくもない。あ、だってあの戦争始まった時にずっと SNS 見て、すごいもう不安100レベル以上だったの、私も、もう限界を超えてから私は見るのをやめたの。その後はちょっと自分の人生に集中できたっていう感じ、やっぱりゼムに対してなんか目を向けたら、自分の人生で何が起きてるか、それを気づかなくなっていくような感じもするから、結構私もあの個人事業主の嫁なので不安が結構あるから。でもすごいいろいろね、旦那さんとそのアクセサリーのブランドを一生懸命やってるから。だってすごいなんか商談とか、そういういろんなデパートにさ出てたりとかさ、すごいよね本当。全国だ、この前どこ、神戸行ったりとか、神戸、大阪、先週福岡から帰ってきて、すごいね。なんか本当に普通になんかどこ、伊勢丹とかそういうところに、そう、あと福岡は三越だった、岩田屋三越とか、 あと大阪よく阪神に出てる。ですごいね、ちょっとずつ結構成功してちょっとずつ頑張ってるんだね。いいけど、それこそさ、ね、タタール風のなんかアクセサリー作れたらね、めっちゃ作りたい、本当に面白い、なんか結構あの伝統的なそのデザインとか面白いし、個性があって、いいなっても思うけど、今旦那が自分が予定してるものを作るのにもそんなに間に合ってないので、あの出店、結構出張とか行くし、最近オーダーとか加工とか結構依頼が来たりするから、自分の作りたいのに、いいと思うよ、これは。時間がないっていうことが、忙しくなってきてるっていうことはいいことなんだけど、ないから私のそのタタールモチーフ作ってほしいなっていうところまでまだ至らないかなって。じゃあもうアリナが自分でいや私めっちゃ不器用、触ってみたことあるけど触ったことあるけど無理でした不器用です。まあ結構気持ちリセットできたっていう感じね。ロシアに行ってきて、里帰りできて、やっぱり里帰りって人に必要だなたまに。まあ私の場合は結構ストレス解放でき、解消、ストレス解消できたから。日本に戻れなくなるっていう不安ちょっとあったね。なんか急にやっぱり明日何が起こるかわからないっていう世界なので、特にロシアの場合はロシアはそれを示したから、全部国境閉鎖とか、そうそう、そういうのもありえなくもないしね。だからそこが明日どうなるかっていう不安があったけど、でも
なんとかその不安じゃなくて、何があるか私も予想できない、誰も予言できないから、とりあえずやる予定やったものをやるみたいな感じで、もう目の前のものをとにかくやるっていうことを考えながら決めながらやってたから、その時ちょっと不安が落ち、なんかちょっと度数が落ちてた、アルコールじゃないけどでも絶対なんかね、ロシアに私絶対行けないけど、カザンはね本当に素敵な街だから、また行ってみたいなって思うし、結構居心地いい街だった、うん、本当今回はすごい、それを自分が7年ぶりに帰って、しかも大人になってから帰ってくるっていうことなので、うん、結構あの目線が変わってきた、前は結構マイナス思考だったかなって今を振り返ったら思うの、うん、今は帰ってきて、なんか自然の、例えば日本とロシアの自然違いもとか、いろいろこう気づいてきたとか、まあこんな感じでね、無事に行ってこれてよかった。私は正直アリーナのことちょっと心配だったけどさ、それこそ言えないじゃん、絶対ロシアに行ってる時そんなメッセージ送っちゃいけないと思うから、行ってこれてよかったみたいな、ありがとうありがとう、戻れてよかったみたいなね。だってね、もうそれは本当にそう、分かる、ありがとう、嬉しい何かなんかね、いろいろアクセサリーとかもそうだけど、いろいろ通じてちょっとタタルの文化をまた日本で広める何かやりたいなとも思うから、そうだ、ね、本当にタタルティーを作る、いいな、お茶のブランドとか、めっちゃ美味しそう、何かしら、タタルのお茶がめっちゃ美味しいです、うん、ちょっとね、あの何かできたらと思います、うん、じゃあご視聴ありがとうございました。アリーナのブランド SNS 貼っときます。ありがとうございます、はい、バイバイ、バイバイ。